ベネトン B188 は、ベネトンフォーミュラが1988年の F1 世界選手権3専用に開発したフォーミュラワンカー。ロリーバーンを責任者として設計され、1988年シーズンと1989年シーズンに使用された。1988年いっぱいでターボエンジンが禁止され、1989年からは、 自然吸気エンジンのみで争われることになっていた。ベネトンチームは1年早く自然吸気エンジンを搭載することとし、DFZ の改良モデルとなる DFR を搭載した。このエンジンは1988年シーズン、ベネトンだけに供給された。B187 から引き続いて、エンジンエアインテークが、コクピットサイドのサイドポンツーン上に設置されている。また、 フロントウィングが大型なため、支持目的でノーズとの間にワイヤーが渡されていた。ミッションは当時としては珍しく、エンジンと後輪車軸の間に搭載され、重量バランスと空力の改善に貢献した。B188 は215リッターの燃料タンクを装備しており、これはターボ税よりも4割以上、65リッターも多くの燃料が入るタンクだった。 1989年シーズンは新車の完成が遅れたため、第8000イギリス GP まで B188 が持ち込まれた。1989年用のマシンである B189 は第7000フランス GP から順次投入され、第9000以降はすべて B189 が使用された。B188、B188 は8台が製造された。 ありがとうございます。